クラウディオ・キアプッチは、イタリア・ウボルド出身の元自転車競技選手。1982年に、イタリアのアマチュアチャンピオンに輝く。1985年に彼らチームと契約して、プロ転校。当初は、ステファン・ロッシュやロベルト・ビセンティーニのアシスト役だったが、彼らが移籍すると、AS の座に君臨するようになった。1990年のツールドフランスでは、 連覇を狙うグレッグレモンを終始苦しめ、第20ステージの個人タイムトライアル前までは、毎夜情寮を守り抜き、最終総合順位も2位に食い込んだ。また、1992年のジロでイタリア、ツールドフランスでは、こちらも連覇をキス、ミゲル・インドラインと終盤まで互角に渡り合い、いずれも総合2位。とりわけジロでは、1分15秒差まで詰め寄った。 特に山岳コースでは自ら果敢にアタックを仕掛ける走りを見せ、デモンやイングラインがツールで総合優勝を果たした時にも敗れたキアプッチのことをベストルーザーだと称えるファンも多かった。しかしながら山岳賞はツール2回、ジロ3回、ポイント賞はジロで1回の受賞経験があるもののグランツールの総合優勝はついに果たせなかった。その理由は 決まって、個人タイムトライアルにおいて、レモンやイングラインに遅れを取ったことにある。一方、1991年6月16日から6月29日まで、UCI ロードワールドランキングスで、ランキング1位を経験した。また、ジャパンカップサイクルロードレースでは1993年から1995年まで、3連覇を達成し、日本のロードレースファンにも人気がある選手だった。 一方、アシックスチームに移籍した1997年には、何度もドーピング検査に引っかかったことから、禁止薬物常用の疑いが持たれるようになった。それを受け、後に、キアプッチは、1993年以降、禁止薬物であるエリスロポエチンを常用していた、事実も認めた。1998年にアミカチップチームへと移籍したものの、 ドーピングの過中に常にあったことも災いしてか、ほとんどレースに出場する機会もなくなり、1999年に引退した。ありがとうございます。